98回で、あります。それで、まあ、不完全ながらそのアンクル・トンの小屋、首藤さん、著者の首藤夫人の思想を踏まえて、奴隷制度に、生まれている大きな矛盾、人間を物として理解をする、その悲惨な姿を描いて、そしてそのために、戦争まで引き起こすことになった。いかにこう平等とか人権っていうことが平和を支える基礎であるかっていうことを物語は訴えようとしております。でこれがまあ皆さんの財産になれば、政治心の財産になればというふうに思います。それで終局を迎えました。で広大なアメリカ大陸を南北にこう縦断するミシシッピー川であります。でミシシッピー川の北方上流が、工業地帯で、北アメリカの北、工業地帯であります。で工業地帯は奴隷に反対であります。でなぜ、工業地帯が奴隷に反対かっていうことを簡単に今日は話したいというふうに思います。そして南部が奴隷制を強く支持するっていうことは非常によくわかります。それは大綿花地帯、綿を作るところであって奴隷労働を必要としたからであります。そしてアンクル・トム、なぜアンクル・トムっていうそのネーミングが付けられているかっていうことは非常に象徴的な。奴隷北部はそれに反対っていうことになって、アメリカが真っ二つに割れることをそのリンカーンは最も心配しておりました。そういう意味でリンカーンは南北戦争が起こると起こるその中で奴隷解放宣言を行いました。これは非常に重要な意味のあるもので、あります。でゲッシュバーグの戦いの中でゲッシュバーグの戦いが終わった後、その式典でその国民の人民の人民による人民のための政治ということを有名な演説を行いましたが、これは日本国憲法の、前文の文言の中に含まれております。今日はここまでです。ご清聴は。その坊ちゃん、ジョージ・シェルビーがトムを求めて、トム・ジーを求めて、水に、ミシシッピー川を下ってトムを探した時には、すでにトムは虐げられて殺されておりました。そしてトムの墓にこの、坊ちゃんはシェルビー坊ちゃんは誓いを立てます。でその誓いを胸に抱いて、故郷にケンタッキーの故郷に帰ってきます。それでこれが終局の場面になるわけですけれども、ある日このレジュメにあるようにある日自分の屋敷の奴隷たちを全部集めます。そしてこのように言いました。お前たちはもう売られたり買われたりすることはない。僕はトム・ジーの墓の前でお前たちをトムのような目に合わせまいと誓ったのだ。銃になれたのはトムのおかげなのだ。トム・ジーの小屋を見るたびにトムのような立派な人になろうと努めておくれと言いました。でこの、トムが最初に仕えた農場にはトムの小屋がありました。奴隷小屋と言われたような小屋が、粗末な小屋があって、なぜこのネーミングに、アンクル・トムズ・ケビンっていうのがついているかというと、動物のように、物のように扱われた黒人奴隷たちが実は大変優れた精神を持った人たちがいるのだと、その象徴としてトム・ジーを登場させました。
全て、人間としての、正しい道を歩んで、おりました。白人、この白人、自分たちの方がはるかに上だと考えていた白人の人たちが大変その実は卑しい、そういう実態を持っているっていうこともその明らかになるわけであります。そしてこの、この南部の奴隷州からいろいろな登場した人物は北部へ逃れ、中にはカナダまで逃れて自由になっていきます。そしてこの小説が終わる、この小説が終わって何年か後に、1861年南北戦争が始まりました。で南北戦争をが強力、南北戦争を非常に強く後押ししたのが当時の世論でありまして、その世論を、醸成した、作ったということで、須藤夫人は戦争を巻き起こした夫人が言われたわけであります。でリンカーンの物語に100回以降入っていくわけですけれども、これは今までの物語と重なっております。リンカーンは、アメリカの歴史の中で、政治家の歴史の中で最も偉大な人というふうに言われております。開拓時代の本当に丸太小屋の中でリンカーンは生まれました。そしてほとんどその教育を受けないお父さんお母さんの間で育てられて、リンカーン自身もほとんど学校へ通わないで学んでですね、そしてそのクワを握る開拓者の息子、自分も開拓者として育ちます。で時間がもうほとんどないので、最後にですね、なぜ北部が、先ほど言ったように北部の工業地帯がその奴隷制に反対するのかっていうことを、まあ、中学生に分かるようなつもりで私がいろんなところで話し合いをするんですけれども、そのいいものを作るその人たち、工業に携わる人たちはやっぱり自由とか希望がないとダメでありまして、鎖で縛られる、あるいは鞭を打たれる、そういう、まあ、閉ざされた心ではいいものを作ることができない、いいものを作るそういう、作業に携わる人っていうのは心が自由で希望を持つ人でなくてはいけない、こういうことからですね、直ちに奴隷制反対っていうのではなく、北部はその自由な質の高い労働力を求めるっていうことが基盤にあって、だんだん奴隷に反対する。